はい、ご視聴ありがとうございます。トラッシュトーク、ということでね、前回、まあなんかエンディング、一つのエンディングにはたどり着いたわけではありますが、いろいろと分岐があるそうなのでちょっとやっていきましょうというところですね。大きく分けて売るか売らないかで分岐するみたいです。だからチャプターセレクトで、日曜日の夜から始めることができますということなので、じゃあ1日目の1週目のバイオはキープ、どっちを選んだかってことかな。各週の日曜日の夜から始めることができます。キープルートの日曜日の夜をやればいいんだよね。だ3週目のキープをしたらどうなんだ。これずっとキープしてきたルートになるのかな、これ。あの今週の納品は失礼、存在感が薄すぎて気づかなかった、詫びてなお失礼なんですけど、でも今日はありがとうございました。あ、助けてくれたんでしょ。誰が何を。あなたが私のことを。ラムが言ったのか。ええ、あの子は眠りの神で夢を見ないが少々夢見がちなところがあってな。ちょっとここら辺の会話はいいか。で、あ、ずっと溜まり続けてる、これは。なるほどね。じゃあこれも渡さないということでやってみましょうか。私は私のために愛を受け続けるんだ。渡さないぞと。なぜ渡さない。どうしてそんなものをいつまでも手放せないんだ。ターゲットは全て仕事じゃなきゃ君と話すことさえなかった人間だろ。そうかもしれません。お互い名前も知らないまま卒業していたかもしれない。一生無関係だったのかもしれない。でももう無関係じゃありません。あ、こっちがなんか正しいルートっぽい。感情も記憶も捨てられない。あなたたちの不条理な力を私は望まない。君が受け渡しを拒んでも俺は無理やり奪い取ることができる。ラムの力でその記憶を隠滅すれば君はまた元の空っぽの器に戻るんだ。それをされたらもうどうしようもないですね。今までも無理やり奪うことはできた。それをしなかったのは君に自分で捨てる決断をしてほしかったからだ。あ、そっかそっか、そうだよな。ちょっとこれまでの選択肢もちょっと後で見てみようか。私にどうして。教えない。どうして。まあ君がそういう選択をするなら仕方がない。君のせいで仕事は失敗だ。依頼者にはつまらない夢を見たってことで納得してもらう。君のせいで。でもなんかね、リエちゃんの話とかどうなるんだろうっていうのあるよね、売らなかった場合。これでよかったはず。まあまあ、これででも借金は1円も支払えてないよね。借金とは分からんけど、多分借金でしょう。0円。お金より大事なものが私にはある。なんかボロボロじゃねえ。持ってるやつすげえボロボロなんだけど、大丈夫これ。で、前回はここら辺で終わったタイミングだけど、話があるの。とても大事な話。何ですか？あなたのお父さんが見つかったって、今警察から連絡あったのよ。会えるんですか？お父さんに。ひそひそと声が聞こえる。聞こえてないと思ってる。聞いてないふりをしてやり過ごす。絶対父親が殺したんだよ。殺したんだよ。だって今までずっと逃げてたんだよ。警察に見つかったら捕まるからに決まってるじゃん。でも自殺でしょ？奥さんの遺書があったってネットの記事で見たよ。ああ、お母さん死んじゃったんだ。じゃあ、みことちゃんの。で、父親が殺したんじゃないかと書かされたんだよ。脅されてさ、体には殴られた跡があったんだって。お腹に赤ちゃんがいたのに、きっとそのせいでみことは。そのせいでみことは？お母さんの名前がみことってこと？ひどい。けど遺書の内容がさ、そうだ、あれは変だった。自殺に見せかけるならあんなこと書かせるか？筆跡も怪しいとか言われてたし。自殺じゃないの？自殺だとしてもさ、父親が暴力を振るっていたのならそれが原因でしょ？自殺に追い込んだなら殺人と変わんないよ。陰謀説あるよね。事件の黒幕がいっぱいいるんだって。いっぱいとは言ってない。事件の黒幕がいるんだって。紀州のドンファンみたいな。妻の葬式にも行かずに逃げた夫が悪い。何もやましいことがないなら葬式ぐらい。まともな親だったら子供を置いて逃げたりしないんだよ。勝手なこと言いやがってって感じだな。子供が大事なら母親こそ父親から逃げるべきだったんじゃないの。本当に子供が大事なら心中なら、心中なんてこの本当に〇〇ならみたいなのをね言うの俺すげえ嫌いなの。それが親の責任とでも思ったんじゃない。子供の命を物扱い、無責任な毒親の典型だね。なんでお前が本当を決めるんだっていう気持ちになる。被害者叩きやめなって。ひまわりは綺麗だな。行方不明の父親、残された不自然な遺書、目撃情報のない第三者の痕跡、親族の相次ぐ不審死、真相は誰も知らない。でも私の名前はこの国の多くの人が覚えてるわ。そんなに？みこと、あなたは何も気にしなくていいのよ。
私が生まれてから中学を卒業するまで過ごした施設のおばさんはドラマや漫画に出てくるステレオタイプな母親って感じの人だった。あ、この子供が、みことちゃんで、結構昔の話なんだね、これは。それしか知らないからそうとしか言えない。優しくて時々厳しくてなんだか申し訳なかった。何に申し訳ないのか自分でもよくわからない。でも申し訳ないって言葉がすごくしっくりくる。苦手だった。私を取材しに来た記者の人もおばさんが苦手だった。一度追い返されてからは私や施設の子供が学校から帰る途中の路地で待ち構えていたり、近所の人に施設の様子を聞いたりしていたけど、だんだん見なくなった。多分話なんか聞かなくても書ける記事だから需要がなくなったんだと思う。というよりみんな飽きたんだと思う。まあそうだよな、新しい情報入ってこないと飽きるよね、ニュースなんて。でも誰も忘れてはくれなかった。6年前に父さんが見つかった時はブームの再来と言わんばかりにあの日のことが蒸し返され、施設は再び対応に追われることになった。ザ・仰天ニュースとかでもなんか再現 VTR 流されそうだね。えぐられた古傷にどこからか虫が湧いてきて、体を内側から食い荒らされていくような嫌悪感、徒労感、苛立ち、例えようのない不快感、恐怖。でもそれ以上に辛かったのは、おばさん、私はいつお父さんに会えるんですか？ごめんね、まだわからないの。この前書いた手紙の返事は来ましたか？返事はもらえなかったわ。だから面会もできないって渡されてないな、これ多分。何より辛いのは生きている両親に一度も会えなかったことだ。あ、お父さんは結局。そうだね。ああ、父は警察の取り調べを受けてる最中、脳の病気で亡くなったらしい。そうだよな。会いたいよな。警察が一審をかけ10年追い続けた事件は結局、未解決のまま幕を閉じることになった。誰も得しない結末。幕の外に私だけを置いて。だから私の父や母に関する知識は全て誰かからの伝え聞き。そこには必ず誰かの主観と憶測が混じっている。本当の家族は私の中のどこにもいない。どこを探してもいない。絶対に会えない。死んでしまったから会えない。もし会えたとして私はどうしたいんだろう。どう思うのが普通なんだろう。憎むべきなのか、それとも憐れむべきなのか。両親のしたことはどちらも法に背くことらしい。どちらもなの？でも私自身は彼らに何をされたわけでもない。あ、そっかそっか、お母さんは自殺だもんな、一応。心中に近い形での自殺だから、法に背くっちゃ背くか。で、お父さんは DV してたんじゃないかと。すべては私が生まれる前に終わっていたことだから。私は何も知らない当事者だった。でもちゃんと、みことちゃんは生まれられたということか、お腹の中にいたけど。それは幸せなことかもしれない。不幸なことかもしれない。それすら皆目見当がつかない。血のつながりだけが家族じゃないという人もいる。育ての親こそ真の親という人もいる。でもやっぱりそれは家族じゃないと思う。誰かがお金を払って家族っていうサービスを提供してるだけ。ひねくれてるね、いい感じに。ゲームの街の住人が毎日同じセリフを話すようにただ求められた関係を演じてるだけ。そんな風に思う。思うだけだけど。まあ当の本人からしたらまあそうなっちゃうか。ん？あれ？終わんない？何それ？あ？終わんないの？どんだけバッドエンド行ったんだよじゃあ前回3週間で1億円ということで、じゃあこれ何？これ何？新しいところが生まれてる。あ、音楽室か。なんか最初にいたよね。あ、トールさん、お前それ全然出てこなかったけど、全くこちらに目もくれない。気づかないはずないと思うんだけど。あ、ミュージックリスト。あ、ミュージック聴けるのね。あー、聞いたことある曲で安心した。これいいね。あー、ここの中で聞けるだけか。あー、マジでターゲットもいないし、そろそろ戻ろう。あいつ、出てくんのか今後も。じゃあどうしたらいいんだろう。7月9日っていうことで、やっぱりストーリーとしては地続きで次が見れるのね。シナリオリストを見ると、あー、見たシナリオがこういう感じで出てくるんだ。すごい、全部歌詞、曲の名前だ。ボカロだけってわけでもないのか。まっさらブルージーンズとか、あれだよな、まっさらブルージーンズってベリーズ工房だよな確か。右肩の蝶、謎解き、盲目リアリスト、乱走、滅裂ガール、ナンセンス文学、ルーズ、愛に傷つし、ライアーダンス。なんか2週目は全然回収できてないね。なんか少ないね。キュートな彼女です。あ、 2週目多いな。3週目がこれか。恋愛サンバーパート1パート2。
七色の蝶、ブリキのダンス、テレキャスター B ボーイ、恋愛タイムパート3で4週目もあんのか。なるほどね。じゃあ4週目やっていこうか。延長戦だよ。 何すんの4週目。ところでじゃあターゲットもいないけど、ハルトのとこ行く。いや、ヒカルも気になるな。ここまで来るとヒカルがすげえ気になってくるけど、でもハルトちょっと恋愛としての愛情を俺に持ってくれてる状態のままだよね。何か家族になろうよ。あのハルトさん、やあミコト。ハルトさんの視線の先には一匹のセミの死骸があった。何ゼミかはわからない。こんなに大声で泣いてるのに死んだセミは死んだセミにしか見えない。チカさんなら知ってるんだろうな。こんな時気の利いた言葉をかけてくれるのだろうな。チカさんは気の利いた言葉をかけてくれるかな。ちょっとズクっていう言葉をかけてくれそう。地面に落ちているセミは死んでるように見えても突然飛び上がって飛んでいくことがある。なんか足の形でわかるっていうよね。しかしこのセミには頭部がない。じゃあ死んでるね。確実に死んでしまっているとわかる。それに安心して私はハルトさんのそばに歩みを進めた。最近暑いからかさ、全然そういうの見ないんだけど、元子の散歩中とかにさ、そういうセミにびっくりする元子を見たいっていう気持ちはあるんだけど、全然当たらない。私が歩き始めるとほぼ同時に肩の石の隙間から 2,3 のアリが顔を出す。やがてアリたちはセミを囲むように列をなし、黒い歪な線を描いたアピクミンみたい。かわいい。葬列という言葉が頭に浮かんだ。見たことはない。誰の葬儀を見る予定もない。一生ない。身寄りのない私の葬儀は自治体が行う簡素なものになるだろう。セミを慈しむハルトさんの目は少し潤んでいた。マジ？感受性豊かすぎる。美しかった。美しかったか。何も言えねえや俺の心が汚いばっかりに。動物の世界は厳しいですね。ピクミンみたいっつってた。ピクミン4をハマりすぎてピクミン3を買いました。たった1週間しか地上にいられないのにこんな終わり、無情すぎます。せめて子孫を残せているといいですが、植物の世界も厳しいよ。ヨモギとかセイタカワダチソウとか、一部の植物には他の植物を排除する力があるからね。え、攻撃するんですか？植物が植物を攻撃するの？攻撃というか多感作用だね。自分以外の種が繁殖できないように他の植物の成長を抑える物質のことだよ。そんなの出してるんだ。まあでも単純にでかい植物っていうだけで他のさ、なんだろう、光を遮っちゃうからな。アレロパシーって言ってね、それを使って植物たちも動物と同じように縄張り争いしてるんだ。まあピクミンもそうだからな。他にも特定の生き物を呼び寄せて利用したり追い払ったり、逆に自分の毒が強すぎて自滅しちゃったりすることもある。そういえばミントとか繁殖力がえげつないって聞いたことありますね。確かに嫌がらせでまかれるとかあるよね。そうそう、庭に植えると大変なことになるからミントは鉢植えをおすすめするよ。気化植物とか外来生物ってどれもたくましいですよね。知らない国の知らない庭でもお構いなしにぐんぐん成長してちょっとずずしいっていうか。そうだね。でもそういう植物の持つ毒性を利用する人間が一番たくましいと思うよ。薬にしたりとか漢方にしたりとかね。え、毒を利用？殺人とか？墓地の周りに彼岸花が咲いてるの見たことないかな。あ、そういう意味？彼岸花の根には毒があるんだ。土葬が主流だった時代はそれで墓を荒らす動物やその餌になる生き物たちからご遺体を守ってたらしいよ。あ、そうなんだ。そういうことなんだ。本当に毒を毒として利用してたんだね。なるほど、毒も使いようですね。まあ植物たちにしてみれば毒なんて危険なものでも何でもなくて、ただ繁殖に適した環境を追求していっただけなわけなんだけど、まあそういうものを持ってたやつが生き残ったってだけだもんな。ああ、そっか、植物の毒ってそうなんですね。ずっと疑問だったんです、植物が毒を持ってる理由。自分で動くことができない植物にとって虫や鳥は種を運んでくれる貴重な協力者でしょ。なのにどうしてその協力者を殺してしまうような毒を持っているんだろうって。まあ殺されすぎるとそれはそれでなんだからな。わざわざ毒を持つ意味がわからなくて、それで植物とかキノコとか毒のある動かない生き物ってちょっと怖かったんです。牙や爪で獲物を狙う動物とは違う何か得体の知れない恐怖といいますか、その不気味で。そうだね、何を考えてるかわからないものって怖いよね。お前みたいになって。え、でも毒は自分を守るため、そしてライバルや敵を追い払って繁殖しやすい環境を作るため、そういう目的があると分かれば安心というか理解はできます。まあ、理解ができないものが一番怖いと。あ、それともう一つ、ウツボカズラとかハエトリソウみたいな食虫植物は虫を捕まえて直接自分の養分にしてるよね。あれコスパ悪いよな、めちゃくちゃ。それと同じで、植物や菌糸類が毒で動物を殺すのは、種を運んでくれる媒介者たちもそのまま養分にした方が効率がいいからじゃないかって僕は思ってるけど、あ、確かにね、そうだよな。
そのままその近くで死んでくれれば一番いいだろうからな。今のでまた別の恐怖が芽生えたんですが。でも植物も菌類も人間と違って攻撃に悪意はないんだよ。まあ、悪意とかな、そういう感情がないもんな。あ、そういえばキノコって会話できるらしいよ。え、キノコって喋るんですか？怖っ。やあ、ヌンちゃん。こんにちは。キノコ同士でコミュニケーションをとってるんだって。どんなやりたいなのかまだ分かってないらしいけど。でもキノコの言葉が解析できたらさ、いつか植物や動物とも話せるようになると思わない？話せたらいいよね。どんな怖い生き物でも意思疎通できればもう怖くないでしょ。喋れたらそれはそれで怖いことになる気もするけどな。話ができるならきっと種族が違っても分かり合えるよ。みんな仲良くなれる。そうか？そうかな？ツイッターを見ながら。そうかな？そうは思えないけどな。X を見ると。おい、なんだこのロスタイム。このロスタイムの意味を教えてくれ。頼む。私は何をしたらいいんだ？この青春を楽しめばいいのか？誰だお前。誰だよ。さっきのあのヘッドホン男が？いやー、ジョーカー。あんな風に言った手前、またここに来るのは気が引けるけど、このハサミ、あの人のものだし、返さないと悪いよね。真面目だね。ジョーカー、いますけ？てめえ、なんで黙ってやがった？いますけ？約束が違うだろ。お前が探して会わせてやるって言ってるから、俺は協力してやったんだ。会えるさ。噂をすれば、ほら来た。あ、俺に用があんの？あ、うわ。お取り込み中のところすみ。おい、何を話せばいい？あ、お父さんもしかして違うか？知るか。出身地の話でもしてろ。なんかこの距離感は。なんか会話の打ち合わせしてるな。本人の目の前で照れてる感じする。ごほごほ、うん。俺は、足立ヶ原京華、劣等感の神だ。あ、劣等って書いてある。劣等感の神。劣等感の神ってことは劣等感を感じないのか？お前は。人の劣等感を増幅させたり食ったりするんだろ？はあ、もう何の神が出てきても驚かないけど。劣等感ですか？それはまた決体な神様がいたもんですね。いやでも劣等感はだいぶなんか 2,3 週回った後出てくる神だぞ。連載漫画のなんか中盤ぐらいに出てきそう。序盤ではない。な、何他人事みたいなこと言ってんだろ。てめえだろ、俺を作ったのは。え、私が？何ですか？確かに私は劣等感の塊だけど。ジョーカー、こいつに説明してないのか？ああ、必要なかったからな。ち、なら教えてやる。俺ら地神はてめえらが人間だと思ってる神とは別物だ。それはわかります。黙って聞け。いいか、俺たちは人間の感情や思想を食って生きてる。食わなきゃ消える、そういう生き物だ。そんで俺はお前の劣等感を食うために生まれてきた。あ、じゃあめっちゃ劣等感があるやつがいると神っていうものが生まれるの。じゃあめっちゃ愛に、もうすごいすごい愛、私愛する、人を愛するみたいなやつがいるからジョーカーが生まれたの。え、神には分かるんだよ、こいつが俺の創造主だってな。いや、私はそんなの想像した覚えないですけどね。えちょっと中二病チックな。俺は12歳までのお前を知ってる。お前の人生を俺自身の記憶として覚えてんだよ。これがどういうことか分かるか？全く分かりません。ピヨピヨ。お前は12の時俺をこの世界に生み出したんだ。死から逃れるためにな。あ、劣等感がもうヤバすぎたからってこと？どうも人間は俺たちを作ることによって死の願望を克服するらしいな。あ、愛しすぎて辛いよっていう時にジョーカーが出来上がったのかな。人間によっては死を望んだこと自体なかったことになってた。だが君は確かに死を望んだはずだ。いや、選んだのさ。自身を苛む劣等感に終止符を打つために。私が死にたがってた？そんなことは。成り立ちがそういうもんなら、つまり俺はお前の劣等感を食らうのが使命で本能で存在意義ってことになる。だからそれは要するに俺の性質的なもんがお前を助けてやりたいって、そういうことになるだろう。親を助けたいという。じゃあ親だと思ってたけど、逆に私が親だったので、娘と息子ということで。分かったか？分かったならさっさと出すもん出しやがれ。何を？ポロンって息子？いや、今お金持ってません。ちげえよ、話聞いてたかてめえ。劣等感だよ、劣等感を生む機会だろてめえ。あ、生む機会だとお前、ほら違いますけど。はは、それならどうぞ。辛いなって、私が、身長が低くて辛いって。よくわからないけど、劣等感なんてそんなもの御所を大事に持っておきたい人もいないだろ。お金持ってなくて辛い。てめえどうぞって言いながら全く手放す気がねえじゃねえか。え、お前も俺を作ったやつなら見えてんだろ。人の頭に群がる白いブツが、あ、これ劣等感なの？白いブツ？あ、もしかしてこのゲージのことですか？は？ゲージ？これどうやったら消せるんですか？人との距離を測る目安になるのはいいですけど、全校集会の時とか。それはもう邪魔で邪魔で、みんなの分見えてんの？
謎の数字が。バカ野郎、そいつはヒットポイントじゃねえ。マジックポイントでも魔法ポイントでもねえ。よく見ろ、そいつは虫だ。俺が食らう劣等感はウジ虫の形してんだよ。あ、そいつに対する劣等感が書かれてるってこと？だからなんかちょっと心が折れかけてると劣等感感じなくなってきて減ってってるって感じかな。そいつらは人間の心の傷にたかるんだ。人間に自尊心がある限り無限に湧き続けて、精神に侵食する。あ、むしろ傷が多いと増えるってこと？う、気持ち悪い話はいいです。早く取ってください。ジョーカーの使いっ走りでやってたならお前もわかるだろ。そいつら本物の虫とはわけが違う。人間の頭に作用してんだ。無理やり引き上がせば必ずどこかにそのしわ寄せがいっちまうんだよ。どういうこと？だからお前がそれを自分で追い払うか、心そのものがぶっ壊れねえ限り劣等感はなくならねえ。これ私の劣等感なのか、他の人たちに見えてるものはその人の劣等感、どっちなんだ。そんな劣等感を手放す、そう言われてもどうすればいいのか。っていうか、なんでウジ虫、せめてダンゴムシくらいなら。陰気くせえやつだ。そうやってウジウジしてっからすぐウジがたかるんだよ。陰気、暗い顔すんじゃねえ。何か明るいこと考えろ。明るいこと、ホットケーキ、ホットケーキ、何枚ものホットケーキ、初日の出とかもう同じレベル。無知とは恐ろしい。君絶対人生相談とかやるなよ。悪化する、最悪死ぬ。あのコクマちゃんのホットケーキみたいなやつのホットケーキがやっぱり気分が良くなる。あ、お前だって愛がなんだかわかんねえのに売り物にしてんじゃねえか。そうだ、だから君たちの協力にはとても感謝してるよ。君たち？そうだ、ミコトにもあれを試したらいいんじゃないか。あれ？あれとは？俺は人間の羨望するものに擬態する力を持ってる。ああ、羨ましがられるようなものに、見た目を変えられるってこと？すごい身長高くしたりとか、顔良くしたりとか、ブランドものになったりとか。あ、ハルト。やあ、ミコト。え？は？ハルトさん？え？え？本物？え？ハルト自体もどうなのっていう不安が出てきた。これが擬態？そんなあまりにも完璧すぎる。本物じゃないよ。これはただのお面なんだ。望月ハルトの面。つければ誰だって僕になれるよ。便利。まあ、つけられるのは、わあ、僕だけだけどね。なるほどな。神の能力、どれも強力すぎません？パワーバランスが、後々ものすごい矛盾が生じたり、インフレを起こしたりしそう。でもそれぐらいのパワーの方がやっぱり面白い。漫画は。漫画というかゲームもだけど。そんなこと僕に言われても。すいません。反応も完璧にハルトさんだ。でもね、擬態はどこまで行っても擬態なんだ。決して本物にはなれない。超探偵能力みたいになってるな、でも。今の僕は、ミコトの記憶と願望を整合して作った理想の僕だから。だからこそ人間には絶対見抜けないんだけどね。今回は変わるところを見せたかったから。分かっただろうけどさ。じゃあこれまで私が話してた中に強化がいたかもしれないってこと？あ、じゃあリエトのさ、最後のところで出てたもう一人の私ってもしかしてお前か？私の仮面使ってたのお前か？あ、一応言っておくと、この姿を使ったのはこれが初めてだよ。安心して。確かあの時のミコトちゃんめちゃくちゃ言葉遣い悪かったもんな。強化か、あれ強化だったのか。あなたの能力はよくわかりました。もうその格好で話すのはやめてください。なぜだ？君、この男のことが好きなんだろ？だから嫌なんですよ。え、そうなの？ミコト。あ、いえ、その。で、これはハルトさんじゃなくて、ハルトさんの姿をした私の願望っていうか、劣等感の神の人なんだった。確かに話しづらいな、好きな人の顔になってたら。嬉しいよ。ミコト、僕も君が好きだ。チカちゃんよりも、誰よりも君を。じゃああの日のデートもどうなの？てめえ、うわ、この僕にここまで言わせておいて、なんでまだ新規くせえ面してやがんだよ。中指立てないで、ハルトで。てめえ、このヤサ男に惚れてんじゃなかったのかよ。どうして劣等感を捨てねえんだ？だってあなたはハルトさんじゃないですし、それにハルトさんにそんなこと言われても私は。やっぱりダメだったか。おい、お前がやれって言ったんだろ。俺は提案しただけだ。やれとは言ってない。もう一緒だよ。クソ、普通のやつならこれで一コロだってのに。一コロ、感じが物騒すぎる。とりあえず元の姿に戻ってください。なんでだ、どうしてこいつは褒めてやってんのに劣等感を。まあでも捨てられる、捨てろって言われても好きに捨てられるもんか。人間の精神はそんなに単純じゃないってことだな。簡単に捨てられるならその程度のものなんだよ。愛とかな。まあそうだよね、愛もね、なかなかな。原因は何だ？お前がそこまでお前を卑下する理由は何なんだ？そもそもなんで自分を蔑むんだ？何のために？何の意味がある？な、成功体験が少ないとか？劣等上等だろうが、ゲームと人生はな、負けても楽しんだもん勝ちなんだよ。
そうか、この人劣等感がないんだ。そうだよね、劣等感の神だから。あとヤンキーなんだ。ならきっとどれだけ時間をかけて説明しても理解なんてできないんだろうな。だってジョーカーもそうだから。ジジイとババ、お前の親がどうしようもないクズだからか。だがそれはお前の親のことだ。お前には全く関係ねえことだろ。マスコミに犯罪者って言われたのも、異常者扱いされたのも、世間の奴らに憎まれてんのも全部お前の親だ。そうだよね、別にミコトちゃんがってわけじゃないけど。でもこいつにそれ言われてもあんま多分ミコトちゃん的にも響かんよな。つまりお前には何の関係もない。それ多分きっと施設のおばさんも言ってくれてたよ。ああ、なんか結構きつかった。おい、どこ行くんだてめえ、待ち上がれ。放っておいていいの？好きなだけ自虐漫才させておけ。俺には関係のないことだ。行っちゃった。いいの？じゃあやっぱ、じゃあ今週は私自身の戦いって感じか。なんかかっこいいな。うわ、強化だ。俺強化の苗字忘れてしもうたわ。絆創膏で貼ってるね。絆創膏で貼ってるけど、みことちゃんだとルナちゃんになるか。まあメインストーリー見ていくという意味ではルナちゃんでいいか。ちなみに強化だったら誰と話せたんだ。あ、強化とルナちゃんになるんだね。じゃあみこととルナちゃんにしようか。まあメインストーリー見ていきましょうということで、以前リエさんと人間の死について話したことがあるんですけどね。死ですか。みんな大好き宗教のお話です。このほら、この国の宗教事情ってちょっとあれでしょ。だから死生観も結構めちゃくちゃなんですよね。まあ確かにな。どこかの教っていうよりはなんか多神教的な感じだよね。天国と極楽がごちゃ混ぜになったり、クリスマスはイブも祝うのにイースターはスルーしちゃったり、いろいろと集合した結果ですよね。私も小さい頃は寺と神社って同じものだと思ってましたよ。そう、そのいいとこ取り文化、悪く言えば日和見主義の事なかれ主義。ハロウィンなんてなんかここ近年だよな、マジで取り入れられたの。取り入れられたというか、めちゃくちゃ激しくなったのここ近年だよね。おかげでロボットアニメにいきなり旧約聖書とか天使とか出てきても誰も突っ込まないですからね。あんなにふわふわしてるのに。うん、それはもうそういう世界観なのかなと。そうなんですよ。そうやって多宗教の神だろうが文化だろうが差別だろうが何でも受け入れる土壌が出来上がっているのがこの国の面白いところで。あの、それもいいですが、死に方についてはどうですか？死に方。どうやって死ぬのが一番幸せだと思いますか？宗教によっては食事に制限を課したり、病気が治せなかったりしますけど、でも個人的にはなんかこの日に死ぬよっていうのが分かってたいなっていうのはある。今日が人生最後、世界最後の日ですっていう感じで、ああ悪くない人生だったなって思いながら死にたい。ルナさんの家は献身的な信者の方に何か苦しまない手段を講じてあげたりしないんですか？リエさんにも聞かれました、それ。ほんとこの国の宗教に対する認識って絶対悪なんですね。うん、わかるよ、宗教イコール悪っていう。もう特にこういう創作物とかフィクションだとまあまあ 100% そうだよね。 99% すいません、そういう意味では苦しまない死に方ね、知ってても俺は手伝いませんよ。ま、可能性があるとすれば投資じゃないでしょうか。一瞬だしな。投資？人間は体温が34度以下になると死ぬらしいです。34度？そんな平均より少し低いくらいで？いえ、これは体の深部体温のことです。体温計で測れるのは、表面の皮膚温。皮膚温が34度なら深部は2から、プラス2から3度です。なるほどね。深部体温は心臓などの重要な臓器の活動に欠かせないもので、それが34度まで低下するともう自力で回復するのは無理です。動くことはおろか震えすら起きません。そうなんだ。そして深部体温が20度に達すると臓器が完全に機能停止、つまり死にます。雪山で遭難でもしなければ縁のない死因だと思いますか？実はそうでもないんですって。まあ例えばな、冷凍庫とか。たまに酔っ払って外で寝てるおっさんいるでしょ。あれ死にます。運が悪いと死にます。マジです。眠ってる間に体温がどんどん低下して気づいた時には手遅れって、なんか熱中症と似てますね。暑くても寒くてもそうなっちゃうっていう感じですが、確かに眠るように死ねるのはいいのか。じゃあ冬場に外で寝てれば眠ったまま楽に死ねるってことですか？後遺症が残るぐらいになるパターンもありそうだけどね。さあね、眠りが浅かったら低体温症になる前に体が本能的に死に抗うでしょう。そうだよな。そしたらみことさん途中で起きて全裸で震えて帰ることになりますね。なんで全部脱いでるんですか？ま、どんな自殺方法にも言えることですが、失敗したら死ぬより悲惨なことになりますよ。そうだよな。
だからやっぱりもう地球に隕石が降ってきて今日が最後の日ですって言われるのが一番いい。睡眠薬を飲んでも麻酔を打っても失敗する可能性がないとは言い切れません。どんな強力なお薬でもね、死の痛みまで完全に消してくれるかどうかなんて分かりませんよ。死人に口はありませんから。そうだね、麻酔して首一気に切り落としてもらったとしても、なんか首切った後も少し意識あるんでしょ。それが驚きだよね。そしてそれよりもっと恐ろしいのは、あ、自殺の真っ最中に親切な誰かが助けてくれちゃった場合の後遺症。ほんと最悪だよな。だからめったに考えるもんじゃないですよ、自殺したいだなんて。いえ、別に私はそんなこと。まあこれ全部リエさんの受け売りなんで。実は俺もどうやって死ぬのが楽か考えたことがあるんですよ。ああ、俺も奇遇だね。嫌な死に方ランキング作ってます。リエさんが俺が考えたのはですね、まず熱気球にライドして火山地帯を飛び回り、煮えたぎる溶岩めがけてジャンプ、名付けて灼熱ダイビング作戦です。なるほどね、落ちる落下で死ぬのと、まあ溶けて死ぬっていう二段構えっていうことか。溶岩ってネトネトして普通に飛び込んでもなかなか沈まないイメージあるでしょ。だから熱気球で上空から行くよ。よく普通は気球で溶岩の上を飛ぶって発想にならないんですよ。なんかでも熱そう、熱い、ギリギリ熱い時間がありそう、落ちる直前に。でもこれ調べたら先駆者が大昔にいたみたいで。熱気球ライド作戦の？違いますよ、熱気球は使ってません。あと灼熱ダイビング作戦です。じゃあ溶岩に飛び込んだ人はいるってことですか？みたいです。それも女子学生2人の心中だったとか。へえ、どうやって？その人たちも俺と同じで、溶岩なら苦しむ間もなく一瞬で溶かしてくれるって思ったんでしょうかね。なんか2人で1つになりたいとかそういう願望もありそう。できなかったのか、できなかったの？2人で1つに、1つのものに。みことさん、俺たちは頑張っていきましょうね。え、あ、はい、頑張ります。まあ、かといって自殺せずになんか長生きしてガンとかになったとて楽に死ねるかというとそうでもないからな。ありがとうございます、ルナさんのおかげで仕事これでも結構はかどってる方だと思うので。まあ、だから楽な死に方って言うと難しいですね。これは永遠の課題だと思います。じゃあ次はみことちゃん VS、 あ、光、結局お前はずっと茅の外だったな。いいやつっぽいし好きだけど。あれ、強化と？お、本当にいた。あ？なあ、それ何のコスプレ？コスプレじゃねえ。コスプレってさ、略さず言うとコスチュームプレイだよな。プレイだよな。なんだこいつ。ところで、兄ちゃん女は好きかい？本当になんだこいつ。俺、最近までコスプレものの良さが全然わからなかったんだけどさ。おい、勝手に話を始めるな。肩を組むんじゃねえ。彼女にコスプレしてくれって頼んで、しぶしぶ着替えてもらう導入がめちゃくちゃ好き。まあ、わからんではないな、これは。知るか、何なんだよ、てめえ。夜な、触んな。初対面の人にする話ではない。あの、どうせ脱ぐのにわざわざ着替えてもらうもどかしさがいい。成長途中のリンゴに虫がつかないよう袋掛けするみたいな手間とか、手間とエルスを感じないか？俺思うんだよ、ひょっとして服は脱ぐためにあるんじゃないかってな。ところでみんな、コスプレと聞いて何を思い浮かべる？コスプレするのに脱がすのも、まあちょっともったいない気持ちもありますが。コスプレと聞いて何を思い浮かべる？真っ先に思いついたの、俺あの、弾丸論破の超高校級のコスプレイヤー、白金紬ちゃんだわ。白金紬ちゃん。あらら、そう、バニーガールだな。それ以外ない。いや、あるが、あるのはこれだけだ、他にはないぜ。あ、そういうジャンルの話だった。コスプレというと俺ナース服だな、そういう意味だと。何を言ってるんだこいつは。つか俺は何も答えてねえよ。バニーガールとか肩ひもないタイプのレオタードってなんでまくれないんだろうな。どうして布が張り付くんだ。どういう原理なんだ。もしかしてあれか、靴下がずり落ちないようにつけるノリみたいなの塗ってるのか。俺に塗らせてくれ。いや違う、あれはどう見てもノリで制御できる重量を超えてるぜ。じゃああの謎の力は一体何なんだ。全然わかんねえ、わかんねえけど俺転生したらあの布になりたい。すごいね。俺バニーガールをコスプレというのかという、なんだろうな、バニーガールってバニーガールでしかないじゃないですか。それはだからコスチュームではないのではないんだろうかという気持ちもあるわけですよ。言うとナースはだっているじゃん、いるものに対してそれになる生きるための服じゃん。わかる？知らねえよ、さっきからずっと何なんだよてめえはよ。俺か？俺は人類史上初めてビキニと下着の破壊を発見した男だ。なぜ女子は下着姿を見られたら恥ずかしがるのにビキニは平気なのか、あんた知りたくないか？黙れ、いい加減にしろこの色ボケ野郎。初対面か？光もやべえやつだな。あ、待ってくれ、欲しがってくれ、一夏分のエピソード。あ、戻ってきた。どうでした？お、あんたの頼み通り腰を据えて話してきてやったぜ。やつの腹積もりは分かった。え？
あいつは胸と尻なら胸派だ、そんで巨乳好きだ、つまりマザコンだ、間違いない。誰がそんなこと聞けって言いました？だからあんたを狙ってる可能性は限りなく低く正反対だと。いたたた、なぜ頬をつねる？つねられる肉がここにしかないので。場所への文句じゃねえよ。よかったね、あの骨折してる腕をつねられなくてよかったね。じゃあ次はハルトと、ハルトにご挨拶行こうか。両親へのご挨拶は早めに済ませたいねって。結婚式は洋風それとも和風それともインド風って。巫女とこの前言ってた香水できたよ。あ、本当に作ってくれたんですか？うん、はい、どうぞ。ありがとう、ありがとうございます。一生大事にします。使わないとすぐ悪くなっちゃうよ。市販品と違って保存料入ってないから。つかずっとメーターないね今回。キラキラしてる、キラキラした気分になる。あと教室でイチゴ育ててるんだ、実ったら味見しに来てよ。のすごいな、優雅すぎる。はい、いい返事。今育ててるのはワイルドストロベリーって言ってね、昔テレビで取り上げられて話題になったんだけど知ってるかな。ノイチゴじゃん。ワイルド？かなり食べ応えがありそうですね。ノイチゴのことだよ。だよねワイルドストロベリーはね、種から育てて実らせることができたら願いが叶うって言われてるんだ。そんな難しいの？願いが？うん、特に恋の願いが叶うってテレビに紹介されてから一時期ワイルドストロベリーの栽培が女子の間でちょっとしたブームになったんだよ。ノイチゴじゃなくてワイルドストロベリーって言うとちょっとかっこいいな。去年はあまり手をかけられなくて全部は実らなかったんだけど、今年はしっかり計画を立てて今のところみんな順調に花をつけてる。難しいんですか？うん、特別育てるのが難しい品種ってわけじゃないよ。室内栽培だから日照時間や室温の管理がちょっと大変なだけ。室内だと媒介者もいないから受粉も人の手でしてあげなきゃいけないし。あ、めっちゃ大変じゃん。外で育てればいいのでは？可愛いイチゴのためだもの、その手間さえ愛おしいんだ。何照れとんねんお前は水をあげて肥料をあげて花が咲いても虫を駆除して受粉を手伝ってずっとずっと見ていてあげないと。ハルトさんはきっといいお父さんになるんだろうな。ヒカルに話したらそれは過保護すぎだって言われちゃった。そんなことないですよ。同じ植物でもさ、盆栽は与える水の量をわざと少なくして厳しい環境で育てたものが高く評価されたりするんだよね。あ、そうなんだ。なんか葉の付け方が違うのかな。枯れる寸前みたいなシワシワの幹は確かに渋くてかっこいいなって思う。なんかボディービルみたいだな。でもやっぱり僕はみんなに元気に大きく育ってくれた方が嬉しいな。親心ってそういうものだよね。それが親のあるべき姿。立派な親に育てられた立派な人の。親が政治家と医者は違いますね。あ、だいぶ話がそれちゃったけど、いちごできたらまた連絡するね。俺の劣等感が育ってる。いいんでしょうか。何が？だってハルトさんが育てたのに。それはハルトさんの願いを叶えるためのいちごなのに、私なんかが。うふ、だからだよ。僕は巫女やみんなに食べてほしくて、そう願って育ててるんだから。いいやつやな。じゃあ、みことちゃんバーサス。また、ハテナかな？ハテナか。誰だろう、今度は。また、ジョーカーかな？ジョーカーか。いや、君、元気か？元気ではないです。でも、ある意味では元気です。そうか。そうかじゃないですよ。あの、ハンニャみたいな人を何とかしてください。あなたの子供でしょ？私の子供じゃないの。俺のじゃない。君のだ。認知しろ。何でもいいです。早くあの人、引き取ってください。俺にできることはない。あの人の記憶を消すとか心を操るとかしてくださいよ。君、仕事を辞めた途端めちゃくちゃ言うようになったな。だがあれは紛れもなく過去の君の精神の残差、あるいは副産物だ。なんとかできるのは君だけだと思うが。そんな、それじゃどうしようもないじゃないですか。そんなことはない。俺を生み出した人間はこの世にもういないが、君はまだ生きてる。あ、そうなの？ていうか、そうなんだ。ジョーカーを生み出したやつは覚えてなくても君はあいつを必要としたんだ。おそらく今でも君がその感情にケリをつければあいつも少しはおとなしくなるさ。私の親が作ったとかないよな、ジョーカーを作ったのが。どうやって？自らの業と向き合え。劣等感は決して悪い感情じゃない。人間が自分自身と正しく向き合うことができれば俺たちはこんな形で出会わずに済んだのさ。本当にどうしようもないのは創造主を死なせた俺の方なんだ。まあ確かにな。ずっと聞きたかったんですけど、なんだ、ラムさんの睡眠欲は感情じゃなくて欲求ですよね。今の流れでラムのことを聞くのか。すみません、聞くタイミングがなかったので。まあ確かに欲望も感情も地続きの情動だよ。ラムを生み出した人間にとって眠りたいという気持ちは死を望むほどの豪句だった。ただそれだけのこと。不眠症だとマジで。でもそうだよな、豪句。まあ無理に思い出すこともないと思うが、君は俺の言うことなどもう聞いてくれないんだろうな。
食欲の神は別にそうは言ってないでしょ、聞きますよ。俺は君に俺の創造主の姿を重ねていた。そんな君が、神の力を与えられた君が、愛を拒絶して愛に縛られたこの世界をめちゃくちゃにするところが見たかった。だがそれは叶わなかった。君は両親に少しも似てないようだね。もう誰にも仕事は頼まない。実は俺もそろそろこの暇つぶしに飽きてきたところだったんだ。怪物らしく人間に対峙されてやるのもいいかもしれない。まあ生きるも死ぬも人間の創造物である俺に決められることじゃないがな。ジョーカー、じゃあな。強化のことは君に任せた。ジョーカーに強化、え、あんなの任されても困ります。さらっと押し付けないでください。初めて会った日に見せた君の蝶覚えてるか。あれ誰だったの。そう、ええあれあいつのだ。あ、君を愛してるのあいつ。なんかちょっと微妙な気持ちになるな。もうちょっと身近な人とかだったらなんかあれだけど、息子だったか。衝撃の事実というほどの衝撃は不思議となかった。それが気持ち悪かった。私の過去、私の記憶、私の本心、私の妄想、私の裏、私の同心、私の影、全部砕いて粉々にして溶かして固めて焦がしたみたいなあの少年。直視したくないと思うのはやはりそれが本当に本物だからなのだろう。本物の私の自問自答はやまない。あれ、ポケットに入れていたはずのハサミがなくなっていることに気づいた。なくしたのか、それともなくなったのか。なくすまで気づかないなんて、あれはそれほど大切なものだった。いや逆かな、大切じゃないからなくしたことにも気づけなかった。どっちだろう。どっちかというと後者な気がするけどな。なくしたことにも気づかないぐらいどうでもいいと思ってたと思うんだけど、どっちでもいいけど、どっちにしろジョーカーには申し訳ないことしたな。なんだかジョーカーにはずっと申し訳ないことしてる気がする。いや逆かな、私がジョーカーに申し訳ないことをさせられてたよね。そうだったよね。でも売ってないからな結局。お金は何のためなの。そしてどっちだろう、結局稼げなかったけどそれはいいのかな。じゃあ続いて、またじゃあ、あ、みことちゃん選べないか。選べるのはゆうくんとひかるか。ゆうくんだとゆう VS ハルトになるのね。ヒカルだと誰？なるべくミコト周りを攻めていきたいけど、ヒカルだとリエちゃんか。まあちょっとどっちかというとリエちゃんの今も見たいし、こっちにしようか。あとまあヒカル見たいしなっていう。ダメだ、全然頭が回らねえ。どうしてこんなことになっちまったんだ。どうして、どうして俺は。ヒカル目線だよな、バスケ先輩。ひ、だからそうやって露骨に嫌な顔しないでくだれません。だんだんマジでムカついてきてんだよ。俺だってマジで恐怖してんだよ。なんです、女相手に情けのない。お前は男だろ、体も心も男の男だろ。あ、バレてる。お前その調子で女湯とか女子トイレとかに入ってんじゃねえだろうな。政治人は女ですっつって。ないない、そんなもの入ってまで見たいもんじゃないでしょ普通は。もし銭湯で壁に開いた穴の向こうにお前が見えたら、俺は迷わず通報するぜ。それ先輩も通報されますよね、通報逮捕されますよね。待たせてごめんヒカル。あ、ルナさんこんにちは。どうも。ヒカル、英語のノートはもうコピーし終わった。うん、あー、うん、ノートね。うん、全然 OK よ。今日ノート提出の日だから、午後の授業が始まる前に返してね。マジか。うん、マジマジか、急がないとな。こんな話してる場合じゃないよ。白雪ハルトのノート返せ。あ、そうなの。うわ、ヒカル先輩マジでほんとどうしようもないクズですね。他人のノートを他人に貸します普通。あお前が勉強教えてっつって俺の3分の1の純情な感情を持って遊んだんでしょ。あ、俺は勉強教えろとしか言ってねえよ。残りの3分の2の列上によく言って聞かせろボケ。クソ、お前が男だと知ってたら貸してなかったのになんでバレたんだろう。お前ハルトのノートを鼻かむのに使ったりしてねえだろうな。んなことするかてめえじゃあるまいし。とにかく早く返せ。あ、いや返してください、お願いします。学年も違うのに。ほんとハルト先輩のことになるとどいつもこいつも。わかりました、今友達に持ってきてもらうんで先輩はそこで待っててください。すげえまた貸しされてる。あ、外は暑いし倉庫の中で涼んでてください。飲み物も買ってきます。何がいいですか。お茶ですね。聞いてない。おお、なんだ急に気が利くな。じゃあこれがリエちゃんってことかな。暗っ、
体育倉庫に入るのいつ以来だ。すげえ久しぶりな気がする。つうか後輩できてから一度も来てねえかも。体育倉庫すげえ俺なんかあの雰囲気好きなんだけど。倉庫に毎日用があったのなんて1年から2年の上半期くらいまでだったかな。1年の時は先輩たちより早く倉庫に行ってボール出したりカラーコーン並べたり練習より忙しかったよな。けどこの腕じゃ卒業まで容赦なしだ。あーにしても涼しいなここ。何してたんだろう。サッカー部なのかな。いやなんで体育倉庫で待たせてるんだよ。教室戻った方が早いだろ。なんかまたあいつに乗せられた気がする。来た。おいこら白雪日吉なんでここに。あのなんだ。琴平先輩ですよね。私白雪さんからこれを渡してほしいって頼まれました。ノートとお茶です。なんでそうかありがとな。わざわざこんなとこまで。女子からお茶までもらっちまった。ノートはハルトのだけどお茶も。順調だな。いえ次の授業は移動するついでですから気にしないでください。では失礼します。あーなんか格上の笑い方してる。かわいい。暗くてあんま見えねえけどかわいい。あの琴平先輩なんでありますか。扉が開かないみたいなんですが。そんなコテコテなラブコメみたいな。何本当だ。びくともしねえや。まさか鍵かけられちまったんじゃ。いえ私が入ってから鍵を閉める音は聞こえませんでした。何かが扉に突っかえてるんじゃないでしょうか。マジか。なんかあいつの仕業な気がするな。ルナちゃんの仕業な気がするな。すみません私の不注意です。扉が閉まる前に周りに何も物がないかよく確認するべきでした。好きな子と体育倉庫に閉じ込められるとかそれなんてエロゲー。好きな子ではないだろお前。今好きになっただろ。あの先輩どうした。お手洗いか。携帯持ってませんか。誰か助けを呼びましょう。あ確かにそうかそうだな。ってしまった。俺今携帯持ってね。えさっき体育の授業見学中暇すぎて携帯いじってたら先生にバレて没収されたんだった。なんて情けねえんだ俺。それじゃあ人が通るのを待つしかないですね。日吉も持ってないのか。なんか恣意的な状況な気はするけど。すまん次の授業遅刻だよな。遅刻で済めばいい方ですね。このまま午後まで誰も来なかったらそれにハルトにノート返せないし。日陰でも怖いですから熱中症。熱中しよう。そうだな暑かったら全部脱いでも。じゃねえや。あそうだ白雪からもらったお茶飲む。えでもこれ先輩にって。やるよ俺さっきまでずっと木陰で座ってただけだし体も頭も使ってねえから余裕余裕。なんか怪しい薬とか入ってない。日吉はいつもそのあんまり無理すんなよ。ありがとうございます。うん D いや F ぐらいありそう。どうやって測るのか知らねえけど。っていうか女子は定期的に測ってんのか。やっぱり身体測定で。はあそんな露骨な。ああそういや次の授業は外って言ってたよな。っていうことはもうそろそろ誰かここに来るんじゃねえのか。いえ外ですがグラウンドじゃなくてプールの方なのでわざわざ体育倉庫の前を通ってプールに行く人はいないと思います。そうか。うん午後どっかのクラスで体育ねえかな。部活の昼練でもいい。誰か体育倉庫の前を通ってくれ。朝から水着を着てきたのに無駄になってしまったわ。ああなんか今下は水着なんだって。落ち着け俺落ち着くんだ。制服の下が水着だから何なんだ。何も問題ないだろ。確かにね別にね変わるわけじゃないけど何かが。それどころか下着がすく水になった分露出は減ってる。大丈夫だ問題ない。平常心を保て。平常心むしろ水着なら全然見られても大丈夫なわけで暑いなら無理せず脱いだ方がいいんじゃないか。もし日吉が体調悪いのを我慢してたらそっちの方が問題だ。大問題だ。熱中症になる前に日吉を何とかして日吉を脱がさないと。いや違うそうじゃない。しかし本来ならこの時間日吉はプールサイドでこうどこか窮屈そうに準備運動なんかしてたわけで。それがなぜか体育倉庫で密室二人っきり。何も起こらないわけなく。いや体育倉庫だって体育の名を冠する場所である以上体育を学ぶための場所にある違いない。正式名称保健体育を。ずっとそっちに行ってる。つまり制服より水着の方が今この空間に適したユニフォームと言えるはずだ。そうだそう説明すれば日吉も納得して心よく脱いでくれるはずだ。もう頭おかしくなってる暑さで。なあ日吉暑くないか。暑いならぬって。 いえそれより先輩私のこと誰から聞いたんですか。え？いや特に誰にも何も聞いてねえけど。そうですか先輩私の体調のこととか知ってるみたいだったので。ん？ああいや白雪だ。白雪に何か聞いてたかもしれねえ。うんあいつ何か言ってたわ。体調のこと言ってたっけ。そうですか。やべえ何か本当に暑くなってきたぞ。人来ませんね。うんうんそうだな。今頃副担任あたりが顔真っ赤にして日吉のこと探し回ってるかもな。母暑いからな。どうでしょう私普段からよく保健室で授業休んでるので誰にも気づかれてないかも。光はどうなの。
へえ、ラッキーじゃん。俺もよく保健室でサボってるぜ。ま、最近は骨折のせいか、本当にすぐ眠くなっちまって爆睡なんだけどな。ラムちゃんの仕業じゃない？骨折で？いや、マジな話、怪我のストレスかなんか、他にもまあいろいろあってさ、最近本当眠気が半端ねえんだよな。しかも保健室のベッドってよ、なんかわかんねえけどすげえよく眠れるんだよな。マットは硬いし枕もしなってるのに、なんでなんだろうなあれ。そんなもんなんだ。確かにあの空間ってなぜか落ち着きますよね。カーテン1枚で隔てられてただけなのに。そうか、あんまり俺はむしろちょっと落ち着かないなっていう。もしかしたら私たち隣で寝ていたことがあったかもしれませんね。ね、寝る隣で。あの、ところで先輩、そのお怪我は一体どうされたんですか？あ、そうだよね、助けようとして。元はといえばちょうだリエちゃんのせいだ。これはわおケアを、風吹けばおケアが儲かるみたいな感じで、リエちゃんがあいつを落としたから。ああ、これはちょっとしたもらい事故つうか、俺が自分でもらいに行った事故みたいなもんでさ。もらい事故？日吉も2年だっけ？なら知ってるよな、あいつ高根の事故のこと。いきなり落ちてきて、いきなり落ちてきてさ、助けるつうか避ける暇もなかったつうか、気が動転してとっさに手伸ばしちまって、このありさまだ。まだ動かすと結構痛えし、風呂とか寝るときすげえ疲れるし、毎日ダチに気使わせちまうのが地味にしんどくてな。しかも場所と折れ方が良くなかったみたいで、これしばらく治らねえみてえなんだ。あー、最悪だ。え？骨折って普通は3ヶ月くらいで完治するじゃん。俺のは1年で治るかどうからし、骨以外にもいろいろやったみたいで。複雑骨折みたいな。おかげでいろいろと計画が狂っちまった。俺、ああ、志望校はスポーツ推薦にかけてたからな。模試の判定だとちょっと、いや、実際かなり厳しいんだよな。聞き手使えないし、あ、確かに普通に勉強するだけでもしんどいな。まあまあ、こんなことにならねえよ。推薦なんて当てにしねえで、普段から真面目に勉強しとけってことだよな。ははは。確かにスポーツ推薦なくなるのしんどいな。そうですね。でも本当言うと、そんなのはどうだっていいんだ。俺、毎年夏は家の店の手伝いしててさ、じいちゃんとばあちゃんが始めた喫茶店なんだけど、それができなくなったのが一番痛いな。いいやつだ。いずれ後を継ぐってのは決めてるんだ。え？喫茶店を？でもばあちゃんがさ、あ、俺いろいろあってばあちゃんに育てられたんだけど、ばあちゃんがさ、お前は好きな大学に行って好きなこと勉強しておいでなんて言うもんだからさ、俺勉強そんなに好きじゃないし、好きなこと勉強しろなんて言われても正直よくわかんねえんだけど、でも大人ってよく若い時に勉強しとけばよかったって言うじゃん。親も先生もみんな決まってそういうよな。まあ進路決める時とかはなんかいい大学行っといた方が選択肢は広がるよね。だからさ、多分好きなこと勉強していいってそう言ってくれるのってさ、きっと大人が子供にくれるものの中で最高の贅沢だと思うわけよ。まあ大学の費用もバカにならんもんな。じいちゃんもばあちゃんももう年だ。本当は今すぐにでも俺に店を継いでほしいはずなのに、俺のこといつまでも可愛い孫息子って甘やかしてくれる。俺がどんなバカやってもドジ踏んでも、こんな怪我までしても変わらず俺の将来を楽しみに待ってくれる。だからその期待に応えたいんだ。つうわけで俺、変な動機だけどいい大学っての行きたいんだ。できれば現役一発合格で。でも通いながら店も手伝えるところを絞ったら、俺の偏差値だと厳しそうなとこばっかで、実は今超絶焦ってるけど、まあ腕の一本や二本折れたくらいでへこたれてもられないよな。もしスポーツ推薦で受かってたとしても勉強についていかなきゃいけねえし、骨は折れちまっても心は折られてやらねえぞってな。あははは。まあ、大学入っちまえば別になんか勉強はどうにかなるっていうイメージあるけどな。あは。とあれ、こんなつまんねえ話長々としちまって。てかはず、なんで俺こんなしょっぱい身の上話を日吉にしちまったんだ。うん、重い男だって思われてねえかな。軽くてもダメだけどさ、よっぽど前半よりマシだぞお前。うん、つうかよく考えたら今って最高にチャンスなんじゃねえのか。告白の吊り橋効果でワンチャンあるかも。今二人きりだし、ハルトがいたら絶対無理だったけど、もしかしなくてもこれは白雪が俺のためにセッティングしてくれた告白タイムなんじゃないか。ありがとう白雪。いや白雪様ごめんなさい。言ってないのに振られた。いや骨折のことだろうな。日吉どうしたんだ。わ、私が、あれは事故なんかじゃないの。高根が屋上から落ちたのは私のせいだから。私があなたの夢を壊してしまった。ああそうだよねってなるよな。私が高根を事故に遭わせたの。購買部の食中毒事件も全て私が。なぜそんなことなんて分かりきったことだ。日吉は高根の仲間にいじめられてた。毎日のように俺はそれを見てたんだ。見てたんだ。ずっと見てたんだ。購買部の商品にワンワンワンを散布した。購買部で騒ぎを起こしたのは、高根を仲間から引き離して屋上の鍵を盗むため、職員室からも離れていて都合が良かったから。だから
日吉は何度も声を詰まらせながら俺に告白する。罪の告白を。じゃあなんかでもそれはそれで助けちゃったことに対する罪悪感も出ちゃうな。俺が初めて日吉を見たのは1年前、特別教室へ移動してる時だった。廊下ですれ違った時、鼻の奥がツンとする嫌な匂いに思わず振り返った。あーなんかまた出てきたねこの匂い。制汗剤をかけすぎたからと春人は言っていたが、あれはそんな清涼な香りじゃない。匂いをかき消そうとして大量に吹きかけたみたいな、吐きそうなほどの甘い鼻の匂い。それでも消しきれない薬品の匂い。あれは学校のトイレ掃除に使われてる洗剤の匂いによく似ていた。あトイレでそれかけぶっかけられてたのかな。学校のトイレを毎日清掃してくれる清掃の人だって近くにいても洗剤の匂いなんてしない。日吉は何食わぬ顔で歩いていったけど、俺はその後の昼何食ってもまずかった。気が気じゃなかったんだ。いじめなんて高校まで来てやることかって心底呆れたし、すれ違ったこのことが心配で心配で、気がつけば休憩時間移動中何度も遠回りして様子を見に行っていた。食中毒騒動で学校中が騒然とする中、私は高根を屋上に呼び出した。私のことを目の敵にしていた高根は、購買部の事件のこともすぐに私がやったと決めつけてつかみかかってきたわ。証拠なんて何もないのに。なんかだからこの記憶なくす前の高根ちゃんがマジでイメージできないんだよな。私は油断しきった高根の顔に催涙スプレーを吹きつけた。目と喉をやられてうずくまる高根に、早く洗わないと失明するかもよって脅したの。脅して言うことを聞かせようとしたのよ。けど高根は痛みと恐怖で反狂乱になって私に襲いかかってきた。それで私は高根を屋上に残して急いで扉に鍵をかけた。高根は私の嘘を完全に信じた。失明する恐怖に怯え、助けてって泣きながら必死に屋上から出ようともがいていたわ。あ、だから泣いてたんだ。催涙スプレーだけじゃなくて。私殺すつもりで呼び出したのに、それを見たら、いえ、私が助けるつもりなど妄想ないと悟ったのか、高根は一つしかない屋上の扉を諦め、ふらつきながらどこかへ歩いていった。向かった先はおそらく非常用階段。手すりに足をかければ3階に降りられる。その場所に行き着くのは必然だった。私がそう吹き込んだから。そして高根は、なるほどね、自分で落ちちゃったのか。目も見えない中で無理やり非常階段なんか突っ切ろうとしたから落ちちゃったと。それから私も疑われないように騒ぎに乗じて病院へ行ったわ。誰も私を疑わなかった。当然よね、だって私普段からよく保健室で休んでたんだもの。誰も日吉を助けなかった。いじめられてる日吉を誰も助けてやれなかった。知らないはずはない。クラスも学年も違う俺でもわかることだ。毎日同じ教室で過ごしているクラスメートが誰も気づかないわけない。きっと高根とその仲間に目をつけられるのが怖かったんだ。怖かっただけなんだ。高根のことは部活の後輩たちが話してるのを聞いて、どんなやつかうっすらと知っていた。だが俺自身は全く面識がなく、未だに記憶を失う以前の高根と今の高根のイメージが結びつかない。俺もそう。高根が、昔少年院にいたとか、人を殺したことがあるとか、どうしても信じられない。信じたくない。主犯格じゃない。少なくとも日吉への暴力や嫌がらせは高根が主犯格じゃなかった。そう見えた。本当のことは誰も知らない。噂してる奴らだって高根本人にそれを聞いて確かめたわけじゃないんだろ。そして高根自身もそれを忘れてしまった。もう誰も確かめようがないね。俺は心のどこかで高根のこともかわいそうに思ってた。高根の仲間もクラスメートも日吉もみんなかわいそうだと思って遠くから眺めてた。なぜか何もできなかった。ハルトを頼ることもできたはずなのに。俺なんかよりずっと頭が良くて頼もしい親友がいたのに。ハルトならきっと助けてくれた。ハルトなら日吉を救うために協力を惜しまなかったはずだ。みんなそういうハルトを好きになるんだ。日吉もきっと。高根が生きてると分かると私はすぐに次の方法を考えた。諦めるっていう選択肢はなかった。高根を殺さなければ幸せになれないと信じて、私は悪魔に魂を売ったのよ。でも結局買えなかったルートだもんね。こっちはいじめが始まったきっかけは何だったんだろう。どうせ誰も何も覚えてないような些細なことだろうな。でも日吉はきっと何度も自分を責めて苦悩したはずだ。どうして私がこんな目に遭わなければならないのって。比喩じゃありませんよ。悪魔はね、本当にいるんです。悪魔が私にチャンスをくれた。もう一度復讐するチャンスを。一度殺し損なった相手にもう一度挑むのは想像よりずっと過酷で、内心無理だと思ってたの。でも奇跡が起きた。悪魔は私に味方した。悪魔だけが。すげえ、でも高根だよな。あの高根ちゃんの愛は高根だよな。うん。病院から戻ってきた高根は記憶喪失になっていた。今までのことも私のことも何もかも失って別人になって戻ってきた。それから記憶を失った高根がクラスメートたちからひどい扱いを受けていると風の噂で知った。
誰にも相手にされず、偶然およそへ怪我を負わされ、持ち物を壊され、彼らは記憶のない高根に今まで高根がしてきた以上の残酷な仕打ちを与えることを楽しんでいた。当然誰も止める人はいなかった。そして高根もある時からそれを受け入れるかのように一切の抵抗をやめたって。確かにな、それぐらいするやつだったらなんかね、そんなことしてもっていう。でも私全然喜べなかった。高根に同情したわけじゃない、むしろ余計に腹が立ったの。私にしてきたことを全て忘れて罪もなく罰を受けれるなんて、そうやって許されようとするなんて、そんなの全然納得できるわけないじゃない。あの女は嘘をついてる。記憶喪失なんて嘘よ。記憶のないふりをしてまた私を慰み者にする気なのよ。みんなかわいそうだ。でも一番かわいそうなのはやっぱり日吉だよな。かわいそうにこんなに怯えて、握りしめた拳が震えてる。今までずっと無理をしてきたんだ。苦しくても泣きたくても耐えて耐えて耐え続けて、知らない奴の前じゃそんなことお首にも出さずにさ。さっきまでだってそうだ。いつも通りみたいに振る舞って本当は無理してたんだ。我慢してたんだ。白雪の前でもチカちゃんと話してる時もそうだ。強がって何もないふりをして誰にも良さを見せまいと、苦しいほどけなげに、狂いそうなほど一心に、それじゃ狂っちまうよ。狂ったって仕方ない。日吉はかわいそうだ。でもそれが俺に何の関係があるってんだ。そうだね、全く別件だよな。なあ、どうして俺がこんな目に遭わなきゃいけならねえんだ。まあまあまあ、骨折のことはちょっとまあ、ごめんなさ。いや、俺別に日吉を責めてるわけじゃなくて、なんつうか本当に分かんなくてさ。俺ははつうか、この怪我の原因は手を伸ばしちまった俺のせいだしな。まあそうだよな、もうなんか日吉のせいにするのもまあちょっと違うよなってなるよな。高根を見捨てて逃げることはできた。受け止めるなんてどうかしてたんだよ。さっさと逃げればよかったんだ。そうすればよかったんだよな。高根は日吉を、みんなを苦しめる悪いやつだったのに、知ってたら俺助けてたかな。ただ自分の気に入らない人が幸せそうに見えたというだけで、あなたは見知らぬ人でも傷つけることができる。何このセリフは誰のセリフ、なんか昔言われたセリフなのかな。そんな顔するなよ。本当に俺ちょっと混乱してるだけなんだ。あ、余裕かましといて俺の方が熱でやられちまったかな。誰かにこんなクソ暑いところに閉じ込められたせいでよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、そっちの件もな違う、日吉のせいだって言ってるわけじゃない。そうじゃないんだよ。でも光的には多分白雪のせいだろうと思ってるもんな。だったらなんで聞いたんだ。責める以外のどんな目的でこんな話をしてるんだ俺は。つまり、あ、いや、もうこの話はやめだ。俺は初めて見たあの日からずっと日吉が気になってた。大丈夫か、辛くないかと声をかけてやりたかった。そうだ、そうだったはずだ俺は。それより日吉、体調は大丈夫か。日吉、体弱いんだろ。なのにわざと変なもの食って病院行くなんて。平気です。どれくらい入れたから危険かちゃんと実験して試してますから。実験ってどうやってよ。まあみんなとりあえず無事でよかったよな。日吉がやったことは許されることじゃねえけど、でも日吉は誰かを殺したわけでもない。それならまだやり直せる。俺は助けられなかったけど日吉は誰も。バカみたいよね、あんなに試したのに誰も殺せないなんて。あ、日吉側も。みのりなんて記憶喪失になっただけでピンピンしてる。次はもっと確実な方法にしないとね。いい勉強になったわ。何が原因で吹っ切れたのリエちゃんは今まで泣いてたじゃん。ごめんなさい、ごめんなさいって。おい、それはないだろ。誰を殺すのも許されねえけど。でも無関係のやつまで殺そうとしたのか。せっかく助かったのにまだそんなバカなことを。ええ、だって高根の死が事故として片付けられるのを確認したら私も死ぬつもりだったもの。どうせ死ぬなら何をしたって構わないでしょ。そんなわけないだろ。琴平先輩もかわいそう。私のせいでそんな怪我をして。先輩も私が死ぬ前に私に復讐しておいた方がいいんじゃないですか。何を言ってんだよ。俺はそんなことしない。俺のことをそんな風に思ってたのか。だってさっきからずっと力いっぱい握りしめてるじゃないですか。怪我した方の手。あ、私殴らなくてもちゃんと言うこと聞きますから。先輩には本当に申し訳ないと思ってて、だから食材をさせてくれませんか。私を使ってできることの全てで。もうやらしいことしか思いつかない。やめろよ。先輩の気が済むまで私には何をしても構いません。いつどこででも私は拒みません。先輩がそういうやり方が好きだって言うなら私はそれで構いませんけど。でもバニーガールにコスプレしますか。あんまり醜い顔だと途中で泣いません。すごい泣いてる。やめろ。光が主人公みたいだなこのゲーム。あ、大声出してごめんな。でもそんな風に言うなよ。俺はそんなの全然望んでないから。俺は日吉のことが好きだから。こんな形でなんで黒くなるの。ずっと助けたかった。でも何もできなかった。俺は日吉を憎んでないよ。
だから復讐なんてできない。見てたんだ俺、日吉がいじめられてるところを助けたいっていつも思ってた。でも何もできなかった。怖かったから、勇気がなかったから、面倒なことになりそうだったから、本当は好きじゃなかったから。どれも違う、違うのは分かってるのにどうしてか分からない。どうして俺は同じじゃない。え？あなたも高根たちと同じ、その気持ち悪い正義感で私が苦しむ姿を見て楽しんでたのね。違う、あ、同じじゃないって、そっちか。違う、何が違うの？私が殴られてる時も蹴られてる時も、服を着られてる時も、うん、させられた時も、大勢にされた時も、誰も私を助けてくれなかったじゃない。誰もあなたが暴行される私を見て何を思ってたかなんて知らないし、知りたくもない。でもあなたは何もしなかった。止めることも助けを呼ぶこともしなかった。何もしないことを選んだ。もうそれをさ、同じようにちょっと言われるのは違うよ。高根たちが私にすることを黙って見てたんでしょ。だって一個上の先輩なんだから、もうしょうがないじゃないのよ。助けるわけでもなく止めるわけでもなく、好奇心で。あいつらと何が違うのよ。楽しんでいないっていうならどうして見ていられたの？なぜ今まで黙っていたの？知らないふりをして私と楽しくおしゃべりしていたの？それを恩着せがましく今更善人ぶって、私を好きですって、卑怯者。あなたは私を好いているわけじゃない。私に向ける欲望を正当化したいだけ。最低よ。まあ確かにね、その情欲を。あんたみたいな男は一番嫌い、大嫌い。あんたなんか、私が自殺するまでせいぜい私を生きたいじめの教材としてめでて哀れんで、そうやって一生自分を慰めていればいいんだわ。もう光がかわいそすぎる光がかわいそすぎるよこれは。ごめんなさい、先輩悪くないのに。こんなことあなたに言ったってどうしようもないのに。めちゃくちゃ勇者、めちゃくちゃ勇者、フルスロットルで言ってたよお前。私のことなんてあなたには何の関係もないのに、その一言が何よりも辛かった。分かってるの、分かってたのに私、やっぱり私が悪かったの。全ては自業自得なのよね。頭が痛い。そうよ、あなたは私に何もしてくれなかったけど、ひどいことも何もしなかったじゃない。先輩はただの優しい人、危険を冒してまで私を助ける義理も義務もない。それなのに私は縁もゆかりもない無関係の先輩に、なんてひどいこと。悪いのは全部私なのに。そうだ、俺と君は縁もゆかりもないただの他人同士。何も知らないのに知った気になって、俺が勝手に好きになってっただけ。いじめられてるかわいそうな女の子、いじめられてるかわいそうな女の子だったから、ごめんなさい。本当に本当にごめんなさい。あなたは何の罪もない被害者。私は、日吉はスカートが汚れるのも気にせず床に両膝をつき俺にひざまずく。ちょっとこの瞬間誰か助けに来たらやばいな。いつか見た光景だった。でも今日吉の前に立ってるのは高根でも取り巻きのやつらでもなく、視界の端でまだ半分ほど中身の入ったお茶のボトルが転がってるのが見えた。蓋は緩んでた。中の液体がじわじわと床に広がっていく。それを見た瞬間、もったいないことをしたという気持ちが急に喉の奥からふつふつと湧き上がってきて、気づいたら手を伸ばしていた。どっちに？お茶に？どっちに？お茶に？日吉さんに？もったいないことしたなって。どうしてこんなことになっちまったんだっけ？結局私も同じだった。人の弱さに優しさにつぎ込んで、人を欲望の吐け口に。ダメだ、全然頭が回らねえ。どうしてこんなことになっちまったんだ？どうして、どうして、俺はそうやって無関係の人を傷つけた最低で最悪の。ああそうだった、そうだそうだよ、無関係の俺をお前が巻き込んだんだ。そうだったよな日吉、そうだよな。結果的にはな。はい、その償いをするって話だったよな。嫌がる日吉さんをめちゃくちゃにしたいという欲望。どうしよう。ああダメか、ヒカルとリエ見れないか。じゃあ次回ね、ヒカルがどんな美味しい思いしたのか後日談聞き出していきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。